はいどうも、楽しおしいい天気の日のご飯の時間ですよ。さあいただきます。スーパー作戦でございます。鉄火、鉄火です。いただきます。鉄火巻き美味しい。鉄火巻き美味しい。そして眩しい。ああいいっすね。最高だね。アジフライです。今日いつも初めて食べるのが一品含まれてますけれども、まだ最初はアジフライいきます。おいしい。今日の味ライブ最高っす。サミットさんありがとうございます。いや、これ本作なんだろうね。これアジフライ3つぐらい買ってもよかった。これこんな美味しいなら。うわ、もう4時半です。やばいっす。時間というのはあっという間にね過ぎてしまいますから。今日ももう4時半。マグロすき身、これさっきの鉄火もですけど、もう醤油をね垂らしてるんですよ。こっちが染み込むようにです。最高。これが初めて。ちょっと割ってみようか。なんだっけな、明太コロッケ、博多明太コロッケ、明太コロッケ、なんかそんな感じのやつでした。おーおーおお、ピンクだ。光当たりすぎて分かんないかもしんないな。ん、何がなんだか分かんないね。ここで分かんない。いかん。僕から見るとピンクです。鼻で立ちた。美味しいよ、あなた。もう海苔巻きじゃなくなった。しかしいい日差しだよ、本当に。どんどん日も長くなってきてね。世の中全体が元気になっていってるっていうことですから、日が長くなるっていうのは。イカフライです。イカフライです。
口の中で。最後に食べた明太コロッケの一口、最後の一口が一番辛いというか味が残る一口で、そこに今この柔らかいイカフライが飛び込んできたもんだから、これはお昼ご飯と夕ご飯合わせ技ですよ。もう本当柔らかい。どうしたらこういう風になるんだろう、不思議よね。昔のイカフライはどこのイカフライ食べても固かったような気がするんだけど、本当不思議よね進化してます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。